平行棒平行棒は体操競技の平行棒種木で使用する体操器具の名称とそれを使った種目の名称。平行棒種木は演技者が実施を行い審判が採点する。一部力技や正式が実施されるが制限は厳しく、基本的には2本の棒を使って振動技や旋回儀などダイナミックな演技が行われる。平行棒の起源には諸説あり、 木馬練習の足場あるいは馬の曲乗り練習の朝時期から発達したものと言われている。フリードリヒルートビヒアーンは木馬運動の際に腕の支持力が弱い生徒たちのために平行棒を利用した。ここ数十年の体操競技のルール改正を振り返ってみると全般的に振動技重視でこの種目でも例外なく静止技が制限され始めている。ルール改正のたびに静止に 力技の制限が厳しくなり、止まらない、流れの良い演技が評価されるようになっている。その一方で、田棒で行われる技も評価が低くなりつつあり、鉄棒との差別化が保たれている。平行棒種目で使用される。平行棒とは、鉄棒種目で使用されるよりものよりも良くしなり、柔らかく太い棒を 200cm の高さに水平、かつ平行に配置したものを言う。 通常、この2本の棒は木製であるが、合成素材のものも作られている。体操競技の中で男子のみで行われる種目である。平行棒種目は、団体、個人総合で行われるほか、種目別でも単独で行われている。その基礎的難度の高さから、ジュニア、学生の大会や、規模の小さい大会では行われないことも多い。演技は、 平行棒にぶら下がったところから始まり、終末着で着地するか、演技者が途中で危険するまで行われる。この際、片方の棒に両手でぶら下がるか、別々の棒に片手ずつを掛け棒の間にぶら下がるかは、自由である。平行棒にぶら下がった時点から演技が開始するので、あり、この際自力で飛びつくのは、無論のこと、ロイター板や補助者の助けを借りることも許される。 演技終了は着地動作を完了した時点となり、着地時に静止できず、足を踏み出したり転倒した場合は、減点対象となる。ただ棒状で回ったり倒立したりするのではなく、平行棒状で技を行う。非常に多くの技があり、認められている技には、難度が設定されている。体操競技の採点は、基礎実施点等に、難度に応じて加えられる点である。 何度過点を加えた演技価値点から不完全な技の減点を引いたものが得点とされるため、いくら美しい演技をしても何度の低い技ばかりでは結果としていい点が出ないことになる。技は数え切れないほど多くの技があるが、系統を立てると以下のようになる。禁止行為を行った場合の多くは減点、または失格となる。ありがとうございます。